死んだのか。ここは。あの世との狭間だ。内派の者よ。その目、まさか。じいちゃんも内派の。痛みを感じるということは、まだ生きているということだ。じいちゃんが助けてくれたのか。ありがとう。礼を言うのはまだ早い。その分の恩はしっかり返してもらうつもりだ。それはいいんだけど、何すりゃいいんだ。俺は木の葉へ帰らなきゃなんねんだけど。今は戦争中だ。シャリンガンもやっと開眼したし、これで今度はもっと仲間を守れる。もっと仲間を守るか。なんだよ。お前のその体、もう忍びとしてはやっていけまい。現実を見ろ。この世は思い通りにはいかぬことばかりだ。うるせえよ。俺はこんなとこに長居をしたくねえんだ。やめておけ。お前も俺もここより出ることはできん。この体ではな。てめえは一体何者だ。俺は内派の亡霊、内派マダラだ。マダラ。マダラならとっくに死んでなきゃおかしいだろ。いつの時代の話だよ。俺は時代遅れの産物か。確かに俺は後ろの魔像からチャクラを常に供給し続けなければあっという間に死んでしまう死に損ないだがな。その死に損ないがこんなガキ捕まえて何しよってんだ。この世の因果を断ち切る。勝者だけの世界、平和だけの世界、愛だけの世界、それらだけの世界を作る。知るかよそんなの。俺はただみんなのところへ帰りたいだけだ。勝手に死ぬならそれでもいいが、代わりにそのシャリンガンはいただくぞ。なんで目を欲しがる。お前はもうシャリンガンを持ってんだろ。右目がまだ入ってなくてな。シャリンガンは左右揃って本来の力を発揮するものだ。俺がカカシと揃えばより強くなれるってことじゃねえか。リンゴ、今度こそ二人でちゃんと守れるってことじゃねえか。なおさらここにはいられねえ。待ってろよカカシ、リン、俺は生きてる。あとは任せる。強がって傷を隠してもダメ。ちゃんと見てんだから。リン。またリンって言ってる。どう。何やってんだてめえは。いやー、またリン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 ってつぶやいてたから、どんな夢見てんのか気になっちゃったって、てへえ。そういう時のオビトはだらしない顔してて面白いんだよね。よだれまで垂らす時あるし。ぐるぐる、お前笑ってんじゃねえ。ごめんなさいっす。はあ、ここに来てずいぶん経つな。初めてお前らを見たときは度肝抜かれたけど、魔像から作られたんだっけか、そのデク人形は。僕らからすると君の方がデク人形だけどね。そうそう、人間のくせに体半分は僕らと同じ人造体なんだからさ。マダラが気になるの？因果を切るだのなんだのと、わけわかんねえ話だけして、自分はずっとお眠か。分かってなかったんだ、マダラの話。まあ簡単に言うとね、
本当の世の中の嫌なことを捨てていいことだらけの夢の中に逃げちゃおうって話。夢だからなんだって思い通り、死んだ人だって生きてることにできる。なんだそりゃ、今度はバカバカしすぎて意味わかんねえよ。君の頭だとそうなるだろうね。うるせえ、お前なんかもっと頭悪そうじゃねえか。正解。ったく、バカにしてんのかバカなのかって、今はそんなことどうでもいいか。とにかく少しでも早くこの体になれねえと。よし、お前ら、そろそろあれやるぞ。ほーい、リハビリ修行っすね。準備はできてんだろうな。もちろん。よし、行くぞ。手加減抜きでやる。覚悟しろよ、お前ら。こっち来い。ガトン豪華級の実物。いたいた、少しは手加減してほしいんだけど。初めに言っただろ、手加減抜きだって。そんなこと言ってたっけ、もう忘れちゃったよ。僕ら過去のことにとらわれない趣味なんで。ダメだこいつら。いくよ。どうした、カカシのやつはもっと強かったぜ。そんなこと言われてもね、僕らカカシのことを詳しく知らないし。ナズレー、いくよ。やるたびに思ってたけど、君は戦いの基礎はできてるよね。当然だろ、こっちから湊先生に指導してもらって、カカシのギャーってボロボロにされた身だぞ。本物どれだ。さすれHUT!
高火球の術捕まえだ。ガドン高火球の術、ガドン高火球の術、僕らの教育の賜物だよ。僕らのこと今度から先生って呼んでもらってもいいっすよ。悪いが俺の先生は。ありがとな、お前ら。また少し自信がついたぜ。いい感じだ。前よりもさらに馴染んでる。